愛とは何か、信じて待ち続けることか、命を捨てても貫き通すことか、運命に逆らっても成就させることか、転生を繰り返しても待ち続けることか。愛とは単純、愛しているのかどうか心に聞けばいい。愛してる、君をすっごく愛してるよ。君が望むものは全部あげる。契約成立。若様、若様、起きてください。これは、あの陽子にどんな約束をなさったんですか。金目のものは全部持っていかれましたよ。構わないさ、僕の人生は最高だよ。若様が幸せならそれでいいのです。これは愛なんだよ。大ちゃん、あの木の陰にこそこそ隠れているものを連れてらっしゃい。时间潜藏的角落，光源勾勒往事的斑驳，凝结灵魂的颜色，转瞬消光阁，远在浮轮灰沉入清波。言いなさい、なぜ私をつけてきたの。お姉様の仕事ぶりを見学したくて。最後の忠告よ、あの人と同じ顔でバカな笑い方をするのはおやめ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。我が陽子一族は強大な妖力、この上ない美貌、ずば抜けた知性により、他の妖怪たちから一目置かれている。だけどお前はどう？それらを何一つ持ち合わせていない。よってお前が一族のためにできることはただ一つ、政略結婚よ。一騎同盟からミッションが届いた。相手は16歳。いや、結婚なんて、いや、絶対に嫌。私は優秀な陽子になるんだから。笑わせないでちょうだい。さあ、戻ってお見合いの準備。ごめんなさい、ヤヤ姉様。そうそう、これ2日も並んで初めての任務をもらったの。絶対にこの任務をクリアして、正真正銘の陽子になってやるんだから。まずはこのターゲットを。大ちゃん、翔ちゃん、行きなさい。スース、どこへ逃げようと、あなたは彼と結婚する運命なの。これは亡くなった母が生前、未来の僕の花嫁に残した首飾りだ。
一目見てわかった。君こそがこれを受け取るにふさわしい。本当に？ああ、これはきっと運命だ。さあ結婚しよう。目を閉じて、すぐに愛が芽生えるから。ダメよ、やめて。お客さんのお弁当なの。え、そうなの？じゃあ早く届けないと。やだ、なんで食べてんのよ。しまった、つい高そうな弁当に目がくらんでしまったが、俺の目的はこれじゃない。僕と結婚しよう。こんな6人。捕まらないんだから。ターゲットはこの辺りにいるはず。任務を必ず成功させて立派な妖怪になってやる。おかずが豚の角煮だと？とか姉さん、どんだけ贅沢なんだ。よし、準備万端、いざ大勝負の舞台へ。お呼びでないが、イケメンだけは例外の感動お見合い番組、お金、イケメン、どっちを選ぶ。一人目の登場だ。お、俺は成金進む30歳です。牧場を経営しています。若く見えるのは中洲クリニックで。この収録を直ちに中止せよ。これは一騎同盟。この千年人間と妖怪のバランスを保ってきた最強の連盟。あの魅惑的なお声はもしや一騎同盟のトップ、王風紀様。なんだそりゃ。お前知らないのか。伝説によると千年前、全ての同志が一堂に会して最強の同盟を作り上げた。それが一騎同盟だ。今でもその勢いは衰えを知らず、王家、李家、張家の御三家がその頂点に君臨する。やっぱり来たな。ふん。白月将、同盟への恩義を忘れ500年に及ぶ計画を潰す気か。ふん、恩義って何のことだ。あ、物心ついた頃から俺のプライバシーはゼロ。毎日フルボッコにされ、女の子にも近づけず、バイトも禁止、宿題代行、おやつ募集、よだれすら許されない。そんなお前たちへの一番の復讐は俺と妖怪の結婚を阻止すること。お宝の縁結びの石だ。これを女性と二人で握れば俺たちは永遠に結ばれるんだ。お前たちの500年の努力もパーってことだ。バカバカしい。やれ。は、派手に復讐するためもう一つ隠していたことがある。そんなバカな。福福神社のお告げによれば、まさに今このステージに俺とお宝の石を握って永遠を誓う女が現れることになってる。これでお前らのくだらない計画もおしまいだ。それはすごい。だが一つ忘れてるぞ。ここに私がいるのにお前を選ぶ女性がいるのかな。あ、しまった、そんなことすっかり忘れてた。どうしよう。あいつ、やっと着いた。任務のターゲットはここね。あいつ誰だ。かっかー。
ここだったんだ。よかった、ちゃんとついて。ん？妖怪？しかも女だ。まだ月には見放されてない。君、怪我したのかい？かわいそうに。え、大丈夫。どんな傷でも治せるお宝の石を持ってるよ。まずい、奴を止めろ。いやあれ？ない。これのこと？さっき私の頭に当たって割れたの。いい気味だな。612円もしたお宝なんだぞ。どうやって弁償してくれる？めっちゃ怒ってる。ごめんね。ちゃんと弁償するから。俺の完璧な計画をぶち壊しやがって。どうやって弁償するんだよ。だからごめんなさいってば。全く霊力が強いんだか、ビビきしいんだか。あいつのやることは全く理解不能だ。うえっ。言ってえな。これは伝説のあの絶品ペロペロキャンディじゃんか。今も忘れることができないあのうまさ。まさかまた巡り合えるなんて。これ君が落としたの？うん、そう。ありがとう、同志様。ありがとう。人の人生を台無しにしておいて、少しは誠意を見せてみろ。わあ、チョコにキャンディー、クッキーも、どれもこれも高級なお菓子じゃないか。こんなのにお目にかかれたらもう死んだっていい。全部くれたら許してやる。ん？君のペット？連れ戻されちゃう。どうしたの、助けて。じゃあキャンディーもう1本、いや20本だ。ご命令を。下将が死んだらまずいことになります。待てよ。いやーっ、うわー、どうしたの、すごい。なんて強い容器だ。天気変幻の術、レベルも高いな。これ持ってて。術が破られた。札一枚で破るとはなんて威力。まあ私ほどではないがな。人の姿にもなれないなんて大したことないな。そら金だ。ん？うわっ。パーク月商、能力はなかなかのものだが、貴様の弱点はお見通しだ。おい、狙いは妖怪の小娘だろ。私は男の方さえ手に入ればそれでよい。手を組もうじゃないか。俺の金が。ふっほ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 っ。危ない、逃げろ。わかった、助けて。生きてる。あの妖怪のことを思い出しました。父さんの妖子一族、よくもぶち壊してくれたな。兆候だ。こんなにたくさん。幼い頃から私はお化けに怯えてた。あいつらはいつも家のそばに現れるから、起きたら部屋中に変な足跡がついてたり、怪しいプレゼントが届くこともあった。何人の先生に頼んでも無理でした。どうかその霊力で娘を助けてください。報酬さえもらえば問題ない。
ここの飯代も払ってくれるな。もちろんです。あ、50人前だぞ。吉報を待つんだな。おい、助けてくれ。あざまった。お客様、旅する。わが、こんな騒ぎになっては旦那様が。誰か来たぞ。太った男だ。いや、妊婦かも。湿ってるがサラサラ。こんな砂を使えるのはあいつだけだな。日西域古族の王子、半運気。よかった、お菓子の中に砂は入ってないぞ。すごい威力だ。ペロペロキャンディー、あと5本で助けてやる。でも私が死んじゃったらキャンディーは手に入らなくなっちゃうよ。こいつこんな時だけ賢くなりやがって。邪魔するならお前も死ねえ。キャンディーを守れ。こうなったら奥の手を使うしか。防御の究極奥義、必殺顔面ガード。え、おん、あ、キツネ。おお、単独行動はダメです。殿下、野良犬と間違われて捕まります。痛いよ。あれは、あ、殿下どちらへ。あ、あいつ笑ってる。悲しんでるの。消えろ殿下。このバカ女、おとなしく寝てなさい。土産陽子一族、責任を取ってもらうわ。え、あ、西西域のお姉様。私、土産スースです。ハン王妃様の縁結びを担当しています。よろしくです。よろしく。殿下がいなければ王妃は命を落とすところだったのよ。なんで。二大王族の対立か。俺には関係ない。そんなことよりこのお菓子は全部俺のもんだ。こんな弱い妖怪殺す価値もないわ。よかった、血を見ずに済む。西西域古族として土産一族の上層部に抗議し、天聖姫の資格を剥奪してもらうわ。お菓子、お菓子全部集めなきゃ。とこしえの愛はあなたみたいなふざけたガキが担えるような任務ではないのよ。やっぱり私じゃダメなの。私は立派な妖子になれないの。おとなしくくたばりなさい。やめろ、この俺の相手だ。何を、命令される筋合いはないわ。あるね。俺は強いからだ。この力は、わが、これは妖力だ。絶大な妖力だ。絶望で涙が出そうだわ。早く出てきなさい、四大護衛。それはこいつらか。言っただろう、俺は強いって。もう一度言う、俺が相手になる。3つ数える。答えなければ同意とみなす。3。え、待って、来てないわよ。同志のお兄様、一体何が起こったの。お前を守ってやった。ペロペロキャンディー50本追加な。いいけど、今月の小遣いもうなくなっちゃった。じゃあ来月だ。あの男は一体何者なの。ねえ、あなたたち。あの方は我々の王妃の生まれ変わりよ。生まれ変わり。そしてこちらが半運妃殿下です。土産妖子、ふざけないで。ごめんなさい。霊力
の高い同志様、どうかお助けを。あなたが天聖姫になってくれたら、殿下と王妃は再び結ばれるはず。天聖姫？なんだそれ。ちょっと、そんなことも知らずに首を突っ込んできたの？やってくれたわね。いいじゃん、スースと白月晶を引き合わせられたんだから。白月晶の霊力が高いなんて、あの砂狐の目は節穴ね。どれもこれも低レベルの術じゃない。そんなことないわ、悪くない手よ。まだ見極める必要があるけどね。そうだ、あのおじさんはどうする？放っておきなさい。日祭期一の半運妃は妖力を失ってるな。リッチな人生が俺を待ってるぜ。縄をほどいて解放しなさいよ。追加注文だ。同志様、食事の前にお話を。同志様、いい加減にして。ごめんなさい。そもそもこんなとこで大事な話だなんて人に聞かれたらどうすんだよ。この玉で独立した空間を作ってあるので、中の様子は外の人からは見えません。お、高そうだな。金持ちなのか？さあ仕事よ。同志様に陽子一族の転生の縁結びの方法を説明して。縄をほどきなさいよ。大体勝負よ。何よ、耳が入ってたらそんなに偉いの？まだ覚えてないの。なんですね。